はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。12月8日火曜日、今日はですね、今日も、惨敗でございました。今日はね、本当特にひどかったですね。もう前半、開店してすぐにですね、まあスーパー常連のね、お客様がねご来店くださいまして、カウンターをねお一人で刺繍してくださってて、まあそこからねもう沈黙のトリマンだったのでもうねちょっと気持ちを、切り替えて、もうとうとうね、重い腰を上げてですね、家賃支援給付金の方をね、申請してみようということで、スマホの方からね、やってみました。まあちょっとねかなりねめんどくさかったですね。まあ、めんどくさかったって言ったらもう過去形になっちゃうんですけどね、まあ、途中でですね、まあ1から8項目というかね段階があって、はい1、はい次2、3、4、5、6、7、8って最後が8なんですけど、まあ一応ね8まではいけたんですけれども、間でね、まず、難関というか引っかかったのが、まあ iPhone からねしゃべって、でそれをファイルで、送るというか貼り付けるんですけれども、まあそれが、なんかな、何でもいけるよっていうね設定にカメラをねしとかないと、互換性がなくて、ダメらしくて、でそれを知らなくて全部一回やり直して、でその後もですね、まあ書類関係でですね、まあ2つぐらいかなちょっと引っかかるところがあってですね、まあそこを、明日まあちょっとやり直して、完成できるかなという感じなんですけども、まあ1個ね大変というか、これはどうなってるんだろうというのが、市営駐車場ね、まあ従業員さん用とかでね市営駐車場を借りてるんですけれども、そっちの方もね申請でできるみたいなんで、駐車場関係もですね、そっちの方も、やろうと思ってねやってたんですけれども、なんかね、で書類をね、お願いしたんですけどね、だいぶ前に、でそれからちょっと、他の書類がね揃わなくて、ちょっと中断してたんですけれども、まあこんなねペーパーが入っておりました駐車場のね利用者から家賃支援給付金申請のため各種証明書の記入交付の申し出があった場合の対応方駐車場の定期料金が家賃支援給付金対象であるかの可否の問い合わせがあった場合、市では判断できかねるので家賃支援給付金コールセンターに問い合わせるように案内する、家賃支援給付金の申請のため証明書を書いてほしいなどの申し出があった場合、以下の書類は渡すことができるものとする、利用者にお渡し可能な書類、定期駐車券交付申請書の写し、下関市駐車場の設置等に関する条例、下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則、領収書、利用者から申し出があった場合のみコピーのみか原本は不可で、米印で家賃支援給付金、不規定の様式5-4、賃貸借契約等証明書、契約書等が存在しない場合の記入を依頼された場合、市営駐車場の利用携帯は賃貸借契約ではないので記入交付はしないというね、なんかね、ちょっと不親切だなという感じなんですけれどもね、書いてくれたらねもうそれで終わりなのに、ということで、まあこれはね明日要するに、家賃支援、サポートセンターみたいなところにね電話して問い合わせてくれということなんですけれども、他の県でもね一回聞いたんですけれども、まあ契約書がねない場合というか、まあ自動更新の場合ですよね、自動更新の場合とかは、
契約書が昔のまんまで、例えば2年契約になってて、あとは自動更新みたいなので、新たな契約書とかがない場合とか、まあ例えば消費税とかで、まあ、去年上がりましたよね。で、あの分が上がった分とかは、もともとのね、契約書と内容が違ってくるので、でそういう場合に、5の4の、賃貸借契約等証明書っていうのをね、書いてもらう、これで、証明してもらうパターンなんですけれども、これをね、書いてもらえないということなんで、どういうことなんだろうなという、感じでございます。まあ一応ね、コールセンター、サポートセンターの方に電話してみて、で、もう一回、市営駐車場の方に問い合わせて、聞いてみたいと思います。駐車場だからね、多分できると思うんですけれどね、どうなんですかね。なんかちょっと不親切だなっていうのをね、思いました。はい。で、一番意味わからんのはね、下関市駐車場の設置等に関する条例とかね、駐車場の設置等に関する条例、施設規則っていうのをね、束で、一緒にもらったんですけどね、同姓の、同姓中のっていう感じでしかないんですけれどもね。はい。というわけでね、今日は本当にプシューって頭からプシューとね、煙出しながら、家賃支援ね、給付金申請のための、まあ、書類というか、打ち込みを、スマホから、iPhone からやってみましたという感じですね。まあ、これはね、ね、私今年41なんですけれども、まあ、なかなかね、41でも、プシューってなりましたから、高齢のね、経営者の方とかやったら、もうこれはもう、ね、めんどくさくて、手つけないパターンが多いんじゃないかなっていうか、実際、予算消化率が1割とか2割とかね、言われてるんで、まあ、ほとんど、手がついてないというか、予算がね、執行してないというか、なんで、まあ、来年のね、1月15日までで終わるんで、まあ、私の場合も間に合うかどうかちょっと微妙なんで、ダメですよとかね、まあ、不備がありますよとかいうのがあった時のこの往復で期限切れの可能性もあるんで、ちょっとね、急がなくちゃいけないんですけれども、もらえるのかもらえないのかね、どうですかねという感じですね。はい。まあ、ちょっとね、市営駐車場はちょっとね、優しくないなと思いました。はい。まあ、市営駐車場でね、もう本当に、腹立つのが、まあ今ね、契約をしてるんですけれども、まあ今ね、今年は、残念ながらね、祭りとか、夏のイベントとかがね、なかったんで、あんまり影響がなかったといえばなかったんですけれども、まあ、契約者が、まあ、人数ね、もう分かってるのに、例えば祭りの時とか、まあ、普通に連休の時とか観光客をね先に全部入れちゃうんですよね。なんで月契約してるのに、その分の台数空けてて空けてなくて、よそから来た人をね入れちゃうんだろうというね、意味不明なね、そんなんやったら月契約じゃねえやねえかとね、昔から思ってるわけですけれどもね、たまたまこういう話があったんで、ついでにねぶち込んでみました。なんかね、一回ちょっとね腹立ってね言ったんですけどね、まあ議会が決めたことなんでとかね、あともっと言うなら、昔やったら半年分やったかな、まとめて、買ったら安くなるやつとかあったんですけどね、それもなんか途中からなくなっちゃったんでですね、なんでかなという感じですよね。せこい商売しやがってとね、個人的には思います。はい。なんかね、地元、まあ、契約者なんかね、みんな地元の人でしょうけどね、地元の人がね、なんか不利益になるようなねことを、するようなのが駐車場のね、市営駐車場のすることなのかなとね、ちょっと思ったりします。はい。まあね、そんなこんなでちょっと一応ね、まあ、間、まだ不備というか完璧ではなかったんですけれども、まあ、一応
8まで、ね、最終の段階まで行って、ああ、まあ、とりあえず一通りこんな感じで、申請となるんだな、終わるんだなっていうのをね、体験してみましたけれども、なんかね、もうちょっと、一通りね、やってみたんで、まあ、家賃支援給付金の申請は、結構なんかもう、できる気がします。はい。駐車場のね、方はちょっと置いといて、普通の家賃の方だったら、まあなんか人にね、説明できるぐらいの、まあちょっと、知識というか、まあ、ノウハウは身につけた気がします。はい。まあ、携帯見ながらね、こうやるんだよっていうぐらいはね、できるかなっていう感じになりました。まあ何事もね、経験、ね、経験やなと思いましたね。まあその代わりね、まあ、営業中もね、お客さんいない時にプシューとなりながらね、イライラしながらですね、ああでもね、こうでもないとね、言いながら、なんとか、マスターしたかなっていうぐらいの感じでございますね。はい。まあ後半ちょっとね、パラッとご来店くださったんですけど、まあでもね、本当に爆死っていう感じでしたね。いや、本当にちょっと、トリマンね、売上移動平均鉄線もバコンと落ちまして、本当に乾燥しまくっててね、喉がやられてますけど。で、喋ってたらね、もう喉がカッサカサになってからですね、ちょっと喋りにくかったので、ちょっと水分補給しました。失礼しました。というわけでですね、もう、本当に4月のね、水準まで落ちましたね。12月なんですけれども、4月、8月、みたいなね、感じになってきましたね。本当に第3波は、ね、売り上げ見てたら本当に、第1波、2波のね、一番悪い時ぐらいのね、感じまで落ちてきたので、わかりやすいなと。で、今月ね、今日がね、8日ですけれども、まあ土曜日にね、もう、勝しただけで、あと全滅ですからね。まあ見るも無残だなという感じですからね。それは頑張ってね、支援金申請しようかなという気にもなりますわね。なかなかハードルが高いね、家賃支援給付金の方はなかなかハードルが高いね、支援金なんですけれども、これはもらっとかにやばいなというね、感じになってまいりましたので、なんとかね、頑張って、期限までにね、まあ、に合わせたいと思います。はい。で、まあ、ね、こんな感じなんですけれどもね、まあ、下関はね、今日も一人しかね、コロナ陽性出てないんですけれどもね、お隣のね、北九州がね、なんと、過去最多のね、47人出ましたということで、今までね、一桁だったのにな、どうしたんかなと思ったら、なんか福祉施設のね、中で46人が、ね、感染というか陽性出ましたという感じで、入所者が33人で職員が13人ということで、まあクラスター発生しましたという感じなんでね、まあでも逆に言ったら、まあその施設内の方だからどうなのかな、まあでも広がるかもしれないですよね。まあちょっと大人になんでね、ちょっと大きいニュースになっちゃったんで、また下からね、まあ、出歩く人が減るかなという感じなんでね、ちょっと毎日毎日ね、ちょっとね、あんまり良くないニュースがね、連日流れておりますけれども、なんかね、重症者もね、過去最多の536人になりましたよって言ってましたけれどもね。まあでもね、このままやったらね、年を越せない人たちっていうのがね、の方が多くなるような気がしますけれどもね、どうなりますかね。まあちょっと平日はね、まあ厳しい感じが続きそうなんで、ちょっとね、週末、期待と、まあ大晦日っていうか、ラストのね、12月のクリスマス以降のね、残りの1週間でどれぐらい、補えるかというかね、流れがあるかないかで、まあ、爆死というか、本当にね、正月どうすんのっていう感じですけれどもね。でもなんか、
スーパーとかね見てても三が日休むとこ多いですね。ですので、まあ正月は休みましょうみたいなね流れにまたなってくるのかなという感じですね。まあ今年はあんまり動きもなさそうですしね、まあ、ないって言っても開けときはまああるんかもしれんすけどね、微妙です。はい、もう今日もね、常連のね、お偉いさんがねおっしゃってましたけど、本当に企業もね全くもう出ないという感じになってるみたいなんでね、12月はちょっと終わったかなという感じですよね。まあ、耐えてみせようっていう感じだったんですけれどもね、ほととぎすと、いう感じですけれどもね、まあいざ食らうとね、まあなかなかね相変わらずやっぱ来ますわね。で、何がまずいって言ったらね、もう乾燥やばいですね。もう家ではね室外機大抵寝てるんですけどね、店でねもうマスク外してまあやってたらね、もうすぐお口が乾燥してですね、あんまりねリップクリームとか塗らない人なんですけどね、なんか今年は唇がカッサカサになってるんで、41歳ね、唇カサカサになるというね年齢に、なったのかなと、ね、ちょっと嘆いております。はい、ちょっと明日ね、歯医者さんなんで、どうかな、どんな感じになるかなと思いながらねちょっとドキドキしております。なんかね先週行って薬を塗ってもらったら痛みがね取れたんですよね。まあピンポイントでね当たればまだ痛むのかもしれないですけどね、まああんまり硬いもんも食べてないんですけれども、前はね行く前はちょっと当たったらねピキーンってきてたんですけれどもね、まあ虫歯ではないっていうね、診断結果だったんでね安心してたんですけれども、まあ全くね痛みがないような状態になればいいなと思いますね。先週歯医者行った時なんかはねインプラント、ね、こっちの奥歯がもともと親知らずの影響で奥の歯までね虫歯になって、で両方抜かれたっていうね昔、他のね歯医者で、でそれからこっちでね奥歯がないんで噛めない状態が続いてたんでね、でたまたま先週ねお世話になった鈴木鹿さんね先輩のとこで、インプラントができるね、という話をねお聞きして、インプラントやりてえなと思ってたんですけれどもね、金がないと稼げないとインカムがねえとなったらねなかなか厳しいんでね、インプラント入れてる場合じゃねえとね、ある歯で食っとけとねいう感じになってきたんでね、インプラント入れたいなと思いながらもね、まあ30万はしないとしてもね、まあ20何万ぐらいするでしょうからね、無理かなと思いながらですね、まあちょっとねなんとか売り上げをね作っていきたいなという感じですね。12月でねこれだったら、すいませんね喉がガラガラになっちゃいますね喋ってたね。12月でねこれやったら本当1月2月はやばいなという感じですね。悪魔の3ヶ月、なんやったら3月までね、そのまま行っちゃいそうなんで、どうなるかなという感じです。はい、まあとりあえずね今日も爆死しまして悲しいです。はい、というわけでね今日は家賃支援給付金の方をね頑張って、チャレンジしてみましたけれどもね、まあ本当だったらねこの辺に出て説明してねやりながらみたいなね動画を撮った方が良かったんでしょうけれどもね、まあそれどころじゃなくてねカリカリ切ったんでプシューという感じでしたからね。はい、まあそういう補助金のね申請書類っていうのは本当やっぱ難しいしめんどくさいですね。なかなかちょっと個人事業主にはねハードルが高いなとね改めて思いましたけれども、ちょっと今回頑張ってみましたという感じでした。はい、どうするのかな。だからもう、ほとんどね予算消化してないみたいなんでね、余った予算ってどうなるのかなという感じですね。どうなるんですか政治家の人ね皆様はい、というわけでね、終わります。
はい、今週ちょっと予約ないんでね、ご予約の方いただけましたら本当に嬉しいです。0832321619までよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方も、108人でね止まって高値止まりしてますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、終わります。クリスマスは焼き鳥を食べる日。 Happy Merry Christmas。